年ちょっとぶりで家族旅行に行くんでね、いろいろ準備をしているんですけれど、持ってくカメラも決めました。セットアップなんですけど、まあ、カメラ本体があれは 7-4 で、レンズは、FE20mmF1.8G で、マイクはね、この ECM-B10、 もうこの組み合わせだけでいきます。レンズはこのね FE20mmF1.8G だけがあれば、まあ、旅行は全部カバーできちゃうかなと。もう本当に何でしょうね、僕はそういうのやったことないんだけれど、作品撮りみたいなするんであればもっと他のね B ロール用のうんとぼかせるようなレンズがあったりとか、まあそういったねバリエーションがあった方がいいかなと思うんですけれど、まあ、家族旅行ですからね、まあそれと自分も撮影だけのために行くんじゃなくて、まあ、コーヒーとかね、そういうのも楽しみたいし、ってなると撮影ばっかりっていうのでね、してるわけにもいかないので、手間なく、一通りカバーできるのってなると、このレンズを選びました。まあ、何がいいかっていうと、これ20ミリなんですよね。なのでもう本当に旅先のね風景とか、まあ、街並みとかそういったのも全然超広角でいい感じに撮れます。あとね、室内なんかもね、当然例えばコーヒーなんか食べ物であったりね、そういうのも十分に撮れるし、それとその背景ね、その店内だったり室内のそういったものも入れ込みながら写せるっていうところが魅力ですね。あの 20mm の単焦点って不便じゃないのって話なんですけど、この α7-4 との組み合わせだといろいろ便利な機能があって、これ 20mm です。でこれにねスーパー35っていうクロップするモードがあるんで、それを使うと 30mm で撮れます。換算 30mm で 1.5 倍ねクロップして撮れますと。でさらに超解像ズームっていうのがあって、それを使うともう 1.5 倍、なので換算で、45mm まで、なんかズームできるんですね。ってなるともう外では基本的に手持ちで、ね、特に旅先なんて手持ちでずっとフルで撮影しますから、ジンバルも使わないでね。ってなると、なんだろう、後処理も含めて手ぶれが目立たないように撮れるのって、まあ、45とか50ミリぐらいまでだよねということで、まあ、そこまでできればね、まあ、動画で言うともう全然足りちゃうなということで、もう意外とね守備範囲が広いです。というわけで、この組み合わせでいくことにしました。でマイクなんですけどね、これはめっちゃ愛用してる ECM-B10。 前はねワイヤレスマイクを使ってたんですけれど、純正の送信機をどこかに落としてなくしてしまって、いつか見つかるかなと思ってねずっと待ってたんですけど、見つからないと。まあちょうどねなんとなくノリで買ったんですね、これ新しく出た時に、だったんですけど、まあこれもあるしワイヤレスマイク買わなくてもいいかなと思ってこれを使ってるうちに、やっぱりねこれちょっとかさばるのはかさばるけど、めっちゃ性能は良くて、音もいいし、あとはなんといってもねワイヤレスマイクってバッテリーがいる必要なんだけど、これは本体からね、給電されるのかな、なので、バッテリーの管理ね、マイクだけのバッテリーの管理とかしなくていいし、音量もねオートで設定してくれるんで本当に間違いがないっていうか。で普段はねここ指向性選べるんですけれど、ここでこれが本当の正面の真正面だけ撮る、これが正面を割と広く撮る、これが360度撮るで、僕は360度にしてね後ろからも喋る声が入るようにしてるんだけれど、本当にこう自撮りでね完全にカメラに向かって喋るときこれにしておるってね、指向性をねこの狭いフロントだけにすると、これワイヤレスマイク並みにすごいクリアに音も入るしで、うん、まあ、非常に音がいいし扱いやすいんで気に入っててね、多少かさばるとはいえ、それ以外ね気にするところがないんで、これでバッチリ旅先の風景とかね Vlog を撮っていきたいと思います。旅行用にねあれこれ準備したものがありますので、開封動画は撮ったんですけど、改めてね、個々のアイテムを紹介したいと思います。アンカーの3ポートの充電器で 65W のものを買いました。コンセントがねこれフラグが折りたたみ式でね、なんでしょう、こうやって他のものとね一緒に持ち歩いた時に傷つけにくいっていうことでね、非常にコンパクトで持ち運べます。で同じタイプでね 45W っていうのも持ってるんですけれど、ねこれ思ったよりちっちゃいですね、ほら
思ったよりちっちゃくて、なんだ僕これ自分用に買って、これ息子用に買ったんですけど、あ、自分もこれでよかったかななんていうのはね、ちょっと今更思いました。はい、でこっちに戻りますが、でこれ3ポートで、これがね PD 充電対応の USB-C が2ポートと、USB-A が、1ポートあります。でこれなんで 65W にしたかというと、まあ、僕は MacBook Air なんで 30W でも十分なんだけれど、子供が使ってるノートパソコンが Windows 65W 必要で、まあ、そういうわけでこれ3つあるけど1ポートだけね、 USB-C1 ポートだけの時には 65W で給電できるっていうところがポイントで、そういうわけで、なんていうんですか、電力いっぱい使うようなねタスクを やりながらもちゃんと充電できるっていうのがポイントでこれ買いました。まあ他にもね、旅先でねいろいろ充電したりするので、まあ、ここでノートパソコン、ここで iPhone で、ここでヘッドホンとかをね一度に充電できるんで便利かなということで、これを買いました。はい、1個目。で次は自分用なんですが、アンカーのモバイルバッテリー、確かマグゴー622とかいうのかな、それのねアップグレード版っていうやつを買いました。非常に薄いですよね。これが iPhone 14 Pro なんですけど、まあ、それと比べるとちょっと厚みがあるかなっていうぐらいだけれど、まあほぼ同じぐらいの厚さで、大きさはこの通りちっちゃくてね。はい、でこれが、まあ、名前の通りなんですけど、ここがねマグネットになってるので、こういうふうにねペタッとペタッとくっつくっていうところがかなり強力にくっつくんで、まあ落ちる心配はないでしょうねと。はい、で、特にね旅先なんかで、普段は全然買ったばっかりっていうこともあって14プロ全然バッテリー持つんだけれど、ね、旅先で結構1日朝から晩までっていう時にちょっと不安かなっていうので買いました。でこんな風にね、使いながら充電することもできるんで、ケーブルなしっていうのがポイントですよね。はい、っていうのが気に入ったポイントです。あと、当たり前なんですけど、ちょっと今ここに、こういうワイヤレス充電のヘッドホンのケースがあるんですけど、ここがこうなってね、ここ光って分かりますかね、充電開始になるとこれ光るんですけど、ほら、ね、ちゃんとここでワイヤレス充電できるんで、まあ、こういうワイヤレス充電対応のイヤホンだったり、まあ、AirPods Pro も含めてね、そういうのも充電できるんで、まあ、何かと便利かなと。でさらにいいところがね、ここ、こうやってやるとね、スタンドになるんです。スタンドになって、まあこんな風にね、スタンドになって、ポイントがね、ここに USB のコネクターがあって、ここに挿すと、このモバイルバッテリー自体の充電をしますけど、この状態ね、ここにまあ USB-C 挿した状態で、充電してる状態でこうやると、パススルーで、モバイルバッテリーからじゃなくて、充電器側からここにね電気をそのまま通してこいつを充電してくれるっていうのがポイントで、なのでこうやってね、充電スタンドとしても使えるし、でその時にこいつを充電しながら、このモバイルバッテリーも充電できるんで、まあ、何かと便利だなと。はい、そういうわけでこれにしました。でこれ1万ミリアンペア、これ5000ミリアンペアなんですけど、1万ミリアンペアのモデルもあって、どうしてこれをこっちにしたかっていうと、こっちの方が薄いっていうことですね。なかなかね、普段生活していて全然バッテリーが足りなくて、しかも 5000mAh で足りないってことがないんですよね。そもそもこれの電池が長持ちするっていうのもあるし、ということもあって、もしもの時であればもう本当に 5000mAh で足りるかなっていうことで、もうかであれば、薄くてね軽い方がいいなということでこっちにしました。それとね、最後はエアタグほっとエアタグですね。アップルの忘れ物防止タグ、エアタグ、これもね旅行に行った時に何かとなくしがちだなということで、まあ、僕もなくすけれど家族もねなくしたりするんで、まあ、子供もね今回一人でブラブラ歩きたいっていうんで、まあ、財布に入れとくと安心じゃないかっていうことで、各自入れようっていうことでね、4つセットを買いました。でこれだけでもいいんだけれど、例えばねこういうカードケースだったり財布に入れた時になかなか収まりが悪いんで、こういうねアタッチメントが売ってたんで、こうやってカチャッてはめるとねクレジットカードサイズになるので、こういうね
ケースにこうやって入れても落ちにくいので、はい、これを買いました。でこれをね、2個セットだったんで800円900円ぐらいのものだったんですけどね、を買ったので、よりこれね、本当にその大したもんじゃないっていうか、大げさなね仕組みのもんじゃないですよね。 3D プリンターで作ったのかなみたいなやつだけど、ね、こんなんでも全然、扱いやすくなるんで非常にいいなと思います。はい、まあ、こんなところですね。こんな感じで新たなね旅行に向けて買ったアイテムもあるので旅を楽しんでいきたいと思います。いや、すごい堂々として見たことない猫だけど、いや、朝の6時前なんですけれども、ジムに向かってます。明らかにきついってなっちゃったな。気づいてます。ほほほ。よいしょ。おい。クレダル？ん？これね。はい。はい。食う。食うよね。ちょっと行けなかった。イロンセタじゃないね、もうね。じゃあな、シャトラッチ。また明日。お、シャトラッチ。どう、お前が元気か。うん。うん？リスク。逃げて。尻尾。尻尾。何を期待してる？よう、ちょっとあっち。あったかいな。こういうお土産あるよ。ん？うん。
っちゃ取れちゃう。戻ったね。OK。まあ、です。じゃあな。明日、美容室が過ぎだから、早く来る。食べる。